はい、どうも、ジリです。はい、どうも、エヴァオタクです。ということで、今回はですね、新エヴァンゲリオン劇場版、映画、朝一のね、一番近くの映画館で一番早かった朝7時50分からの、回の方を見ていって、それについての感想動画みたいになるんだけど、ちょっとすいません、無理。感想動画という名目ではあるんですが、感想動画撮れません。なんでかっていうと、一回見た程度でエヴァの感想はまとまらないなっていう予想はしてたんですけど、やっぱりエヴァはエヴァで、これを一回見て、それでなんかこう、いろいろ語れる作品の域を超えてるんですよね。本当に言えることとしては、まず、本当にすごい映画でした。はい、まずはですね、こんな、こう、情勢の中、公開してくださった、映画作ってくださった皆さん、そして、公開、また並びにね、映画館で、働いているスタッフの方、皆さん、本当にありがとうございます。ではね、ちょっとエヴァンゲリオンについて話していくんですけど、当然、ネタバレありです。はい、サムネとタイトルにもある通り、ネタバレが含まれます。ので、ご了承ください。はい、文句コメントとかついても知らんっすね。はい、で、ちょっと話していくんだけど、とりあえずこれはエヴァ T シャツ。なんで、こんな寒い時にエヴァ T シャツ着てるのかわかんないけど、寒いんで下に着てます。はい、で、とりあえず、パンフレットの方は、はい、こちらですね。インフォ。これはコラボ関係等で、こっちが、このクソかっこいいね。かっこいいパンフレット、はい、こちらもね買ってきました。一応中身はさらーっと見たんですが、まだインタビュー記事等はね全部読めてません。これ撮ってるのがもう帰ってきてほんと2時間ぐらいしかしてないで、ちょっといろいろ間にしてたりしてるんでまた読めてないんで、これの方は、改めて読んでついで2回目も見てきてって感じでします。で、入場者特典がこちら、アスカです。アスカの、今回のゲーミングプラグスーツとか言われた衣装なんだね。これをもらってきました。で、もうね、本当にね、すごい作品すぎて、いろいろこれまでの伏線回収、パッて名前が思いつくんだったら、例えば、歯の時に話してたネブカドネザルの鍵だとか、そういった伏線回収とかがいっぱいあって、動画の一本でまとめるなんてことは到底できないなって思ったんですよ、本当に。あとは、他の人の意見を聞きたい。とりあえず、今はもうやっぱ、まだ公開してすぐだから動画とか全然出てないんで、エヴァのいわゆる考察系だったり、エヴァを扱ってるチャンネル、あとは映画とかアニメとかを扱ってるチャンネルっていうのはいっぱいあるんで、そういった人たちの意見とかも、感想とかも聞いて、で、で、あとこの後、もう一回見に行こうと思ってます。はい。今週中に絶対もう一回見に行って、パンフレットも読んで、改めてまとめて感想を動画で話すか、もしくは、配信の方で、自分配信ほぼ毎日やってるんで、そっちの方で話そうかなと思います。なんでまあ、今回まとまってない、ちょっとざっくりした感想と、とりあえず、撮りたかったから撮ってるって感じの動画です。はい。で、そうだね、いくつか触れておきたいのが、展開の部分、ストーリーの部分、アニメーションの部分、伏線回収の部分、ちょっと考察的な話の流れでいこうかな。まず展開っていうのが何の話かっていうと、これまでエヴァンゲリオンってある程度こう、型の決まったアニメだったんです。アニメっていうかまあ作品で、映画が分かりやすいんだけど、ジョだったら、最初に使徒襲来。で、戦って、そこから日常パート、シンジ君の心が折れる、シンジ君立ち直る、最後の決戦。で、歯も日常パート、最初の戦闘パート、日常パート、シンジ君心を折れる、で、ラストのね、覚醒シーンっていう流れ。で、9だったら、最初のブンダーの戦闘、ちょっとこう日常というか、まあ、心理描写的なね、カオルくんとかのあの話。で、そっから、戦闘と心が折れるが一緒にスタートして、で、戦闘と心が折れるがあって終わってたのね。
っていうなんか流れがあったので、これは過去のアニメ版とか、あの急激はちょっと違うんだけど、アニメ版も割とこう日常と戦闘のこう繰り返しみたいな感じの話だったのが、今回新エヴァンゲリオンっていうのは最初の戦闘のところがバッサリカット、でもすでにシンジ君心が折れてるんだよね。なんでそこもカットで、最初から最初のシーンが日常プラスシンジ君が立ち直るまでっていうのが、多分最初の1時間ぐらいかなが日常パートプラスシンジ君が立ち直るってところで、かなり丁寧に描かれてたし、黒波が超可愛かった、超可愛かった。いや、あれはポカポカしてたね。あれはどう見てもポカポカしてた。マジで可愛かった、ね、でそれでシンジ君がそのポカポカしたね、あの黒波に助けてもらって、心立ち直って、そっからのあの黒波がまあ当然コピーであってね、オリジナルじゃなくて、そして自分を保てなくなって、パシャって、いやあれ鬱だよな、鬱なんだけど、そのこれまでの挫折と成長を繰り返したシンジ君がここで完全折れてたのが、新たに立ち直って一歩より、なんだろうね、大きな一歩踏み出して、ちょっと大人になったんだよね、この綾波が目の前にいなくなるっていうので。でこっからのシンジ君はもうこれまでのシンジ君じゃなくて、なんだろうね、本当にやっぱエヴァンゲリオンってこう成長の物語なんだよね。いわゆるなんかロボットアニメとかバトルアニメって、なんか割とそのエヴァファンじゃない人たち、いわゆる一般視聴者さんから割とそういうイメージに思われてるんだけど、エヴァってアニメから通して漫画も急激も全部こう心の成長の物語、チルドレンたちの成長の物語で、そこのなんかこう終着点みたいな感じだったんだよね、今回やっぱり。で、あとは、ま、そっから、日常プラス、その、立ち直りパート。で、そっから、もう、みんな大好き、歯の時の、歯じゃない、ジョのヤシマ作戦みたいな、ヤマト作戦っていう、今回のやつで、その、準備と、そして、こう、さ、ブンダーがさ、こう、地球が下にあってさ、ブンダーが縦向きになってんじゃん。このブンダーが、こう、わかる？発進して、ちょっと降りてから、こうさ地球の方に向かって降りていく。あれね、SF ファンのジールさんはたまんなかったね。SF ファンからするとね、ああいう、こう、宇宙でのああいうね、船の動きって最高なんですよ。マジで。で、その後の決戦。まあ、今回の決戦は、パートが今回艦隊戦だったんだよね。艦隊戦、ブンダー対黒ブンダーみたいな。黒ブンダー、正確な名前がちょっとあったんだけれど、まあ、それはまた置いといて、黒ブンダーと、トリプル A ブンダー、3A ブンダーだったっけ？のあの戦い、マジで迫力満点だった。で、その後の、8号機と、2号機、JA2 号機。で、あれも、ジェットアロー出たね。ちゃんと背中にもさ、制御棒ぶっ刺さっててさ、ちゃんとジェットアローっぽいのは感じになってたの、あれたまんなかったね。で、そこの戦闘パートで、アスカのあのパートはなかなかに来るものがありました。で、そっからまたちょっとこう、心理パートが来てのラストっていう流れで、まあ、ラストの感じはこれまでのそのアニメ版や急激のラストの感じもある程度引き継ぎつつ、今回はかなりわかりやすく作ってたね。わかんないけど。わかんないんだけど、今回はかなり説明いっぱい、急でわけわかんなかったところをミサトさんがちゃんと説明してくれたし、まあ、それ以外にも結構言動とかにもセリフがいっぱいあって、割とわかりやすく作ってたから、9ほど、はてだ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 とか、あと、アニメ初期のね、おめでとうおめでとうおめでとうって、ありがとうってやつよりかは、まだわかりやすく作られてたね。うん。まあ、そんな感じで構成的にはね、なんだろう、ほんと、これまでのエヴァを全部ぶち込んだみたいな、まとめ上げて、そして、わかりやすくした。っていう感じの、作りで、やっぱ9からの続きなんだなっていう感じの構成でもあったんで、これまでのエヴァではあるんだけど、これまでのエヴァではないっていうのが、その構成が最初が立ち直りパートという、こう、並びみたいなね。やっぱ完結編なんだなっていう感じだったね。
で、そうだね、あと何話すって言ったっけ、戦闘関係はもう艦隊戦はマジですごかった、最高、文句のつけようがない。マジで艦隊戦最高。なんならもっと艦隊戦してほしかったぐらい。もっと艦隊戦してほしかったねって感じだね。で、あとは、なんて言ったっけ、あ、そう、エヴァのシーンだね。あの、本予告の方にもあった13号機と初号機が戦うシーン。あれ実際、薄い告じゃねえかとか言ってたんだけど、実際あって、あれがね、ちょっと面白くて、CG のクオリティが少し低かったなって思ったんだけど、その、いわゆる、カラーのさ、全力作画じゃなかったなって思ったんだけど、あれが、その、いわゆる、シンジ君とゲンドウのその、心理描写みたいなので、ジオラマっていう、ちょっとこう、庵野監督の好きなメタ要素というか特撮要素プラスメタ要素みたいな作り方をしてて、あれ面白かったね。最初、ちょっと微妙じゃねって思ったけど、あの、街の感じとかに違和感が覚えて、その後にこう、セットっていうのが分かって、あーって、いや、庵野監督やっぱ特撮好きだなっていうのと、作り方がうまいなって思ったね。で、まあ、そんな感じの戦闘描写のクオリティで、あと、あの、8号機周りの戦闘とかは、やっぱ、さすがの作画だったね。8号機とか2号機周り。で、そんな感じだったね。あとは、何の話するって言ったかな。やばいね。興奮して記憶が飛んでるね。あと、なんだろう、伏線とかのところで言ったら、まあ、そのネブカとネザルの鍵とか、あと、ループ説。いわゆる考察でループ説っていうのがあって、あとは、カオルくんがさ、また会えたねとか、あ、じゃあまた会えるよとか、あの、今度こそ君を幸せにしてみせるみたいな話してたんだけど、やっぱりループしてたっていう。しかも、ループの数が尋常じゃなかったんだよね。序の時に棺桶がブワーって並んでて、カオルくんが起きて、カオルくんから見て右側に、開いた棺桶があって左側に閉じてる棺桶があるって感じだったんだけど、実際見たらあれが円環になってて、もっと無数にあって、あのエヴァの世界っていうのが無数に繰り返されてたっていうのはなかなか面白いっていうか、こうエヴァ3作品の完結のそのつながりとかもあるし、あとごめん漫画もあるか、4作もあるし、なんだろうね、こうエヴァという世界の作り方の面白さを感じたなって思いました。あとは綾波周りは、綾波やっぱ初号機の中にいてのあの綾波めっちゃ可愛かったね。髪伸びた綾波可愛かった。で、アスカはね、まあ、最初裸で出てうっほーアスカの裸やとか思ったけど、もうあの恥じらわなくなってたアスカね。やっぱアスカはもう成長して大人になってたんだなって作品の中でも言ってたけど、で、アスカも、そう、おかしいんだよ。そもそもさ、綾波シリーズがさ、あって、カオルもシリーズであるのにさ、アスカだけさ、オリジナルっておかしいじゃんって思ったら、アスカもやっぱシリーズがあったっていう。で、オリジナルがいたんだよね。で、これはごめん、ジールさんの考察なんだけど、多分あの、オリジナルが、ソウリュウ・アスカで、2号機の中にいて、で、アニメ版、進撃から、四季並みアスカラングレーになったんだけど、あれが多分コピーだったんだろうねっていう考察です。はい。まあ、この考察はいろんな人がしてそうだな。いや、まあ、さね。で、あと最後のところで、その、最後一人ずつね、セットからさ、いなくなっていくっていう、あれほんとなんかこう、エヴァの卒業みたいな作り方してんだな、めたいなとか思ったんだけど、でも演出としてはすごい良かったね。チルドレンが一人ずついなくなっていくっていうね。で、アスカなんだけどさ、アスカがさ、そう、カップリング外されてるのかなとか、ケンスケカップリングなのかなって思ったんだけど、あれ最初ね、ケンスケカップリングって思ったんだけど、よくよく考えると、頭撫でてたんだよね、ケンスケが。で、アスカは頭を撫でて欲しかったって言ってたんだよ、アニメの中で。ママとかパパがいなかったから。だから、で、ケンスケっていうのは、当時が、シンジに話してたんだけど、ニアサードが起こって、大人にならざるを得なかったって言って、すぐ大人になってたって話してたじゃん。で、その後に、アスカがシンジに対して、
あんたより早く大人になったってことよみたいなこと言ってたんだけど、多分大人になった順番って、当時ケンスケ、あと委員長で、その次にアスカたちでシンジっていう並びなんだよね。だから多分ケンスケはアスカにとってのお父さん的ポジションなんじゃないかな。カップリングとかじゃなくてね、こうお父さん的ポジションだから頭を撫でたんじゃないかなとか思ったりしました。はい。あとはミサトさん、ミサトさんね、あの行きなさいシンジ君のあれをやっぱ後悔してたし、それをこう背負って生きてたし戦ってたし、で最後のあのシンジ君とのくだり、やっぱミサトさん、ミサトさんだなってところと、あのこうビレの艦長としていたミサトさんがだんだんとこう昔のミサトさんっぽく戻って、最後は一歩進んだけど一歩進んで昔のミサトさんに戻るっていう、あのなんとも最高の演出で、かバッて帽子外して髪こう持ち上げて、あれは泣くわマジで、あれは泣きました今もう泣きそうだもん。いやあれはね、よかったね。あーなんか感想動画まとめられないとか言いながらもうすでに16分話してるというね。まだ話します。まあ、あとは玄道のところかな。玄道がね、玄道の人類補完計画ってある種独りよがりな計画だったわけなんだけど、そのやっぱ話してやっぱシーン見て分かったのは、玄道ってやっぱ本質的にはシンジ君と何も変わらなかったんだよね。でそんな中やっぱ玄道もちょっとこう子供だったんだよ、やっぱり本質的なところでシンジ君と変わらないから。ではそんな中成長して大人になったシンジ君と玄道をこう継いで表現することによって、シンジ君のより成長した姿を映してたのかなって思ったね。あとあの13号機対初号機のところが、あのバチバチの戦闘じゃなくて心理描写みたいな対話のパートになってたから、なってたのも良かったし、なってたからこそのあのガチの戦闘描写を作らなかったのかなって感じもしました。はい。で、そうで、あのさ、玄道がさ、玄道じゃない、シンジ君がさ、ガイウスの槍だったっけ、ガイアの槍だったっけ、ミサトさんからもらったのをね、託されて、でそれに対してさ、玄道がさ、他人からのものをこう託されても大丈夫になったかみたいな、成長したな、シンジみたいな、あれも、なんというかこう、よかったなって、よかったなって。で、マリがね、ヒロインだったね、今回。マリが、新エヴァンゲリオンはマリがヒロインでした。8プラス9プラス10プラス11?号機だったっけ?なんかもう、すごかったね。最初の予告で言ってた、9の時の予告で言ってた、8プラス9号機、8プラス2号機は出なかったけど、もっととんでもないものが出てきましたっていうね。で、最後のシーン。順番に一人ずつ、スタジオセットからいなくなって、で、そして、マリが助けに来て、で、マリも、その漫画版の方で話されてたマリが同期って話も、ちゃんと持ってきてたね。まあ、詳しい説明なかったから、漫画版知らない人たち、ちょっとこう、ハテナってなってそうだったけど、マリはやっぱ同期で、そういう、その、つながりがあったねっていう。で、最後のシーンで、ちゃんと、カオルくんとレイがいて、隣端っこの方にアスカがいて、で、シンジくんに、マリが来て、で、一緒に外に出て、そこは現実世界っていう、あのエンディング。まあ、ちょっとこう、メタさ的なのも感じたし、あれだね、多分やっぱエヴァンゲリオンを卒業しろってことだろうね。ループした世界の果てにあるのがこの現実世界で、かつそのマリとかシンジ君が走り出していた世界がこの世界リアル、あれだってね CG とかじゃなくて実写のドローンで撮ってたからね。まあお前らエヴァンゲリオンを卒業しろよっていうやっぱメッセージもやっぱ込められてたのかなって、ともになんかこうエヴァ完結したんやなーって、やべ泣きそう、マジ泣きそうになるって、ほんともう
はあ、もう一回見に行こう。あ、でね、これちょっとね、面白かったのが、実はこれ、動画撮る前に少しだけ配信してたんですけど、その時に視聴者さんからコメントがあって、あの、今この右側にね、画像が映ってるんだけど、下の方にさ、カオルくん、レイ、シンジ、マリー、アスカがいるじゃん。これカップリングになってたんだねっていう。っていうのを聞いて、うわーってなったね。最後に2人でいたレイとカオルくんが近くにいて、で、シンジくんとマリが近くにいて、で、1人だけいるアスカっていうのが、これ最後のカップリングみたいな感じになってたんだって思って、これも、その考察見たとき聞いて、うわーすげーってなったね。で、しかもこの最後のところが、そのマリと一緒にいた、あの、海辺のところなんで、やっぱマリとのつながりみたいなのを出してたし、最後のところだったのかなーって感じ。で、エヴァンゲリオンのない世界っていう現実世界っていうね、エヴァンゲリオンがない世界、エヴァンゲリオンがなくてもいい世界っていうので、さらば全てのエヴァンゲリオンだったのかなって。まあ、最後のエヴァンゲリオンがなんで8号機だったのかについてはよくわかんない。考察がちでいたらよかったら教えてください。動画も20分超えてるんで、この辺で締めようと思います。ちょっとマジ。あー、泣きそう。あとね、パンフレットの方も、ちょっと全部読んでないんだけど、いわゆる、なんていうのかな。こう、ちょっと見せれないんだけど、その、映画のね、シーンとかのやつがあんのよ。カットとか、あとは、キャラクターのビジュアルとかのやつもいろいろ載ってるし、載ってるんで、まだ買ってない人は、ぜひ、買ってみてください。はい。あー、ごめん、最後にもう一個、エンディング、ワンラストキス。神だったんだけど、ワンラストキスの後に、ビューティフルワールドっていう、ビューティフルワールド、ジョのスタートの楽曲なんだけど、あれ歌ってたのがエヴァの世界じゃなくて、最終的なビューティフルワールドってエヴァのいなくなった現実世界だったのかなっていうとね、泣きそうになった。またビューティフルワールドに変わった瞬間泣きました。ちなみにジールさんの隣に座ってた人もなんか泣いてました。わかるよその気持ち。で、あとね、その基本エンドロールって最後さ、最初にさ、声優さんたちがバーって出てくるのにさ、ビューティフルワールドになってから、最後の方か、最後のラッサビか、ワンラストキスのラッサビぐらいで、確か声優さんのとか流れていって、一番最初に持ってこないっていう、あの演出良かったなって思いました。あと最後の大人になったシンジ君の声優さんは一発で分かったけど、あれだったね。神木隆之介だったっけ、隆之介さんだったっけ、あの人だったね。まあいいんじゃないでしょうか。はい。ということで、こんなもんです。もしかしたら、もう一本、2回目見終わったね、感想動画上がるかもしれないし、まあ配信で話すかもなんで、よかったらチャンネル登録してまた見てくれると嬉しいです。高評価の方もよかったらお願いします。感想、この動画はネタバレ OK なんで、感想も、ネタバレの考察も、何でも OK です。ぜひコメント欄に書いちゃってください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。